こちらがキットについてるマスターボックスのホルスターで、こちらがドラゴンのね、キットについてるようなホルスターなんですけれども、こっちも悪くはないんですけれどもね、やっぱこっちの方がこういう細かいね、段差が表現されてたりしていいので、大きさもあんまり、これに関してはあんまり変わらないのでね、こちらを使いたいと思います。でですね、これをつける際にあたって、ポイントがですね、まあこういう風にここについてくるわけですけれども、この手のねフィギュアを作ると必ず悩まされるというか、ぶち当たることなんですけども、ここにねこうひっつくんですね、こうひっつくんですけれども、はい、ここすごい隙間できますよね。ねえ、大変なことになってます。こういう感じで取り付けますんで、まずはこう干渉しているところをね削り落としてしまいたいと思います。当たりをねつけます。ペンで、油性のペンでね、削るところをだいたいこの辺削ろうかなっていうところをね、目分量で、幾分かは近づきましたが、まだまだ隙間がありますね。こっちを今度はもう削ってしまいましょう。このポケットをもうせっかくです、ね、せっかくねわざわざ筋彫りしてるんですけど、もうぺったんこにしないといけないかなという感じなんで、頑張ります。ニッパーでざっくりとやりましょう。作った方が早いです。ポケット作るんでね、そんな難しくないんでね、意外とできるんで。で埋めてあげましょう。このくらいで、あとは中の造形に取り組んでみましょうか。ではポケットをね作っていきたいと思います。